西谷山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日ご質問ですね。オークションの落札価格のエスティメイトはどの程度参考にすれば良いと思いますか？実際にはエスティメイト内で収まっている落札価格は少ないように思います。1つ目、エスティメイトは見積もり価格。2つ目、自分はほぼ参考にしない。3つ目、基準価格も当てにならない。4つ目、入札数トラッキングということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ、今日はオークションのこの落札価格にエスティメイトという見積もり価格がだいたいカタログに載ってるんですが、実際にはこの価格内で収まっているものは少ないというのがご質問です。今日はあの金の盾が来て、 YouTube の金の盾ですね、初めて撮影していきます。1つ目、エスティメイトは見積もり価格ということで、大抵のオークションでの見積もり価格は低く設定されていると。でオークション会社は安く買えると、入札が安く済むと、オークションで安く買えると思わせて入札が増えていくといいと、活性化させたい思惑があるというふうに私は思っています。でまた落札価格の3倍になったと、落札価格の3倍だったみたいに人気があるとか、オークションは値上がり傾向だと思わせる効果があると。なのでエスティメイト自体が低く抑えられており、それより上がれば見積もりより高く売れたという結果になるので、それらをちょっとあえて意識してしてるのかなという感じです。2つ目、自分はほぼ参考にしないっていうことで、まあ自分はこの見積もり価格エスティメイトをほぼほぼ参考にしていないです。で見てもあまり意味がないからなんですね。ほぼほぼ高くなるし、1万ドルで買えると思っていて3万ドルとかになってしまうと、あまりにも期待外れすぎるので、そもそもがそれを信じていないという感じです。あとはオークション当日の流れで、今日は結構高いなっていう日と、今日は安いなっていう日がオークションの中である時があります。でこれ株価とかが軟調ですね、要はあまり良くない時はオークションも安いことがあるという感じです。なのでこのエスティメイトは一応参考資料としてはもちろん見てはいるんですけど、ほぼほぼ当てにならないので、まあ、あとは当てにするとしたら、今日は見積もりの2倍ぐらいとか3倍ぐらいとか、見積もりでたまに落ちるとかっていうような傾向値を見ておくのはいいかなという感じです。3つ目、基準価格も当てにならないと。でいわゆる NGC の基準価格ですね、 NGC のサイトで検索すると出てくる基準価格、ワールドコインズの要はカタログ価格っていう意味です。であとその他スピンクとかガドリンとかいろんなブックのカタログ価格があるんですが、それらもほぼほぼ当てにならないです。もうカタログ価格よりも高くて当たり前っていうのがコインオークションなので、まあここもあまり当てにならないので、参考資料として見ていくと。でただ NGC とかの基準価格とかですね、あとこのオークションのエスティメイトとかは、コインがそもそも高いコインなのか安いコインなのかっていうのを、まあ、見る材料にはなるので、その意味では、まあ、人気があって高い傾向のコインか、それとも人気がそれほどないとかまだ出遅れ感があって安いコインなのかっていうのを見ていくことはできると思います。あとはですね、いくらで買えていくらで売れるんだろうっていう出口戦略の価格を見て、私は買うということをよくしています。なので、まあ、小さいコインで高いコインって売りづらいので、まあ、そのように見積もりはもしくは人気が高いコインでも小さいコインが高いとそれらを買わなかったりしますし、逆に大きなコインで安いものとかをあえて買ったりもしているという状況です。4つ目、入札数トラッキングということで、まあ、ヘリテージオークションですね、アメリカのオークション会社のヘリテージとかっていうのはサイトがよくできていて、現状のですね、現段階の入札数とかトラッキング数、トラッキングっていうのはお気に入りに登録されていると。まあ、ハートとか星とかお気に入りとか、お気に入りとか書いてないですか、チェックマークとかで自分のオークションのアカウントに対して自分が見失わないようにですね、すぐ探せるようにお気に入り登録をほとんどのオークションサイトでするんですが、それらのトラッキング数とかも書いてます。今このコインは誰、例えば100人トラッキングに入ってるみたいなことを見ることができるので、そうするとあこのコインはめちゃめちゃ人気だなっていうことが分かりますし、あと途中入札数ですね、何ビット
と入ったとか何人がこれやってるっていうのが見えたりするので非常に楽ちんです。あとコインのビュー数ですね、そのページが何回ページビュー、ページが見られたかっていうのを見れたりするので、まあこれも人気が高いコインほど多いと、高くなっていると、入札も高いしトラッキングも多いしみたいなことになってるんで、まあそのあたりを参考にした方がエスティメートを直接見るよりもいいのかなという感じです。まあリテージ以外のオークションでは全くないとか、入札は見れるとかですね、まあいろいろコインのオークション会社によって状況違うのでそこは判断できないんですが、まあそのようにしていくといいかなと。で今回の4つのテーマには入れなかったんですけど、まあ直近落札価格っていうのは最も大事なんですね。まあヘリテージだと同系統のコインが直近でいくらで落札されているかっていうのを見ることができるので、まずはそれを見て直近で一番近いタイミングでいくらで落札されているかっていうのを見てですね、でエスティメイト見るとかをすると、まあ、役に立つのかなという感じです。本日の動画ためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄ですね、このようにコインのご質問から、まあ、それ以外のコメントとかご質問いただけるとありがたいので、ぜひコメント欄にご記載いただければと思います。このチャンネルでアンティークコイン投資、お金を増やす守るということから、今日はコインの話、あとまあ経済とか支配者論、陰謀論、心理の話まで幅広くしてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード概要欄に URL、 LINE 上でアットマークゴールドコインとしますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレター発行しているのと、動画1本ついてまして、動画見た人にですね30分間 Zoom でオンラインで個別相談というのをやってます。また水曜と日曜日にやってますので、まあコインでお金増やしたい人、守りたい人はぜひ Zoom の方に申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。